言い換えろ。はい、前回は、Python を使って Firebase にデータを作成するというところをやりました。今回は、データを作成したデータにね、追加してデータを入れていこうかと思います。それではね、こちらの追加した、作成したデータ、プログラム、作成するプログラムは置いといて、次はね、今回の、よいしょ。作成したものに追加していきたいと思います。はい。例えば、ハローというような形でドットセットします。はい。で、前回と違うのは、こちらですね。セットというのが、こちらのユーザーズリファレンスのユーザーズレフのと後にすぐ来ていたんですが、この書き方だとデータベースの全体を、生成するという意味になってしまうのでね、今あるやつがこちらに置き換わってしまうんですが、このようにね、ユーザーズリファレンスの下に Hello っていうものを追加しますよって言って、その中に値をセットしますというふうな形にしてあげると、追加できるような形になりますので、追加する際はね、このようにしてあげたいと思います。で、中身の構造に関しては、ここと似たような感じですね。例えば、ハローはやめましょう。田中にしましょう。田中。はい。田中。フルネーム、田中としてあげます。で、こういう状態になったら、こちらでね、追加ができると思うので、はい。こちらをね、セーブして実行してあげたいと思います。はい。そしたら、アナコンダプロンプトを開いて、プログラムをね、実行していきたいと思います。はい。するとね、で、ユーザーのデータの下に、田中というのが追加されたと思います。はい。で、こういうふうな形で、データをね、結構簡単に差し込むことができるのがね、分かったと思います。はい。それではね、データの追加のところはね、これでレッスンを終わりたいと思います。続きはね、次回にしていきましょう。言い換えろ。